はじめまして。私の名前は中山鈴子。40歳の専業主婦で小学3年生のリナがいます。リナには近所で仲良くしている同級生の子がいて、よくお互いの家で遊んだりしています。私が住んでいる地域は、数年前に200軒程度の規模で開発された新興住宅地で、周辺の住宅地よりも少し土地単価が高いことでも有名です。きちんとしたお宅が多いだろうという前評判がきっかけになって家を購入しました。医師、歯科医師、学校関係や警察関係などの方々が多く、自治会もかなりしっかり運営されています。トラブルなども特に聞いたこともなく、快適に生活していたのですが、しかし、リナの友人のさやかちゃんのお家から帰ってきた時に、三田村さん、ちょっと今いいかしら。中山さん、こんにちは。さっきうちのリナが泣きながら帰ってきて、見たら腕から血が出ているの。どうしたのって聞いたら、お宅の飼い犬に噛まれたんですって。噛まれたなんて大げさね。ちょっと歯が当たって血が出た程度でしょ。まるでうちのアレックスが襲ったみたいに言わないでよ。あなた、リナが噛まれたって知ってたんでしょ。ええ、すごい泣き声がしたから大丈夫って聞いたけど、泣いてるだけで返事もしないし。なんでその場で連絡くれないの。うちの子泣きながら走って帰ってきたのよ。だって大した傷でもなかったんだもの。うちの子が自転車で転んだ時の流血の方がもっとひどかったわ。そもそも飼い犬が他人の家の子を噛んでお詫びの言葉もないわけ。じゃあ言わせてもらいますけど、うちのアレックスは警察学校で訓練を受けている犬なのよ。よっぽどのことをされないと噛むなんてことはないわけ。私はお宅のリナちゃんがアレックスに何か嫌なことをしたんだと思うわ。だから噛まれたのよ。被害者はむしろうちの方よ。あなたその場にいなかったわけ？小学校3年生の子たちなんだからずっと監視していなくても大丈夫でしょ。子供たちもそうだけど、人を噛むような犬を放し飼いにしておいて見ていなかったなんてどういう飼い主なの。しかもお宅の犬ドーベルマンよね。本気で噛んだら子供が大怪我していた可能性もあるのに。だからアレックスはきちんと訓練を受けていて噛まない犬なんですって。でも実際に噛まれているでしょ。だから相当嫌なことをされたんでしょうね。家の中に監視カメラなんてないから、リナちゃんがアレックスにどんなにひどいことをしたか立証できないのが悔しいわ。今これ以上話していても時間の無駄だわ。もう血は止まっているけど、破傷風とかの感染症が心配だから病院に行くわ。念のために聞くけど、狂犬病とかワクチン類は全部受けているわよね。当たり前よ。わかったわ。でもこれで終わりだと思わないで。時間の無駄って自分で言ったばかりなのにね。そこから娘を病院に連れて行き、傷の消毒と念のため破傷風を予防するための注射をしてもらいました。リナに何があったか聞いても泣き続けるばかりで、少し落ち着かないと話をするのは難しそうでした。やはり精神的にも相当ショックだったようで、家に帰ってすぐに寝てしまいました。うちの子は動物好きで、どう考えても犬に噛まれるほど嫌なことをするなんて想像できなかったし、どんな状況で噛まれたか知りたいと思いました。その時に三田村さんのお子さん、うちの娘と一緒に遊んでいた朱里ちゃんのお母さんにお願いして、朱里ちゃんに事情を聞いてもらったのです。三田村さん、今いいかしら。あら中山さん、リナちゃんのかすり傷はその後いかが。病院に行って傷を消毒してもらって、破傷風予防の注射も打ってもらったわ。本当大げさね。普段動物に触れ合っていない人ってちょっと歯が当たったぐらいで大騒ぎするんだから。相変わらず悪いって気持ちはないのね。だからうちのアレックスは悪くないんだから。そのことだけど、一緒にいたシュリちゃんに状況を説明してもらったわ。あなたに遠慮して言いにくかったみたいだけど、お願いして本当のことを話してもらったの。あなたが別の部屋にいる間何が起こったか。もったいぶるわね。この話を題材に映画でも撮るつもり？茶化すのはやめて。
あの時お宅のさやかちゃんが犬のお気に入りのおもちゃを取り上げて遊んでいたんですって。さやかちゃんとシュリちゃんでキャッチボールをして犬に取らせないようにして、その遊びをずっと続けていたら犬もさすがにイライラして興奮してきたそうよ。そして娘さんが座って本を読んでいるうちの娘のところにわざとそのおもちゃを投げたんですって。そしたら犬がガウガウ言って娘の腕に噛みついたんですってよ。またすごい作り話を。うちの子はそんなこと一言も言ってなかったわよ。それはあなたに怒られるからでしょ。リナは今寝てしまっているけど、目が覚めたらシュリちゃんから聞いた話はせずにリナの言葉で何があったか説明してもらうつもり。シュリちゃんの話とリナの話の辻褄が合うようだったら、うちのリナに非がないことがはっきりするわね。はっきりさせてどうするの？それでうちの娘や犬を追い詰めて何の得になるの？得とかそういう問題じゃないでしょ。あなた犬の飼い主としての自覚とか責任感とか全くないのね。はいはい、偉そうに。犬を飼ったこともない人が何分かったような口聞いてるのよ。また連絡するので。リナはそのまま朝まで寝ていました。よっぽどのショックだったんだろうと、私は胸が痛くて学校を休ませました。ようやく落ち着いた娘を刺激しないように話を聞いてみたところ、やはりシュリちゃんから聞いた話と完璧に合致したのです。三田村さん、こんにちは。シュリちゃんの話とリナの話合致したわよ。はいはい、だから何？あなた動物愛護法って知ってる？動物を可愛がりましょうってやつ？動物の飼い主は自分が飼っている動物が人に危害を与えたり迷惑を及ぼしたりすることのないようにしなければならないの。まあごく当たり前のことよね。あなたはドーベルマンという大型犬を飼いながら、さらに他人の家の子供を二人も招いていながら自分の監視下に置いていなかった。つまり飼い主の注意義務を怠っていたことになるわけで、私が悪くてどうなるわけ？まず受診した病院の医師から保健所に連絡してもらうわ。お宅の犬に噛まれて受診した患者がいるっていう通知。あとそれによってあなたも自分の犬が人を噛みましたっていう届けを24時間以内に保健所に出す必要がある。そんなことしたらうちの犬はどうなるのよ。故障事故の程度や頻度、あとは被害者からの要請があれば殺処分の可能性もゼロじゃないみたいよ。え、まさかそんなことしないわよね。殺処分なんて残酷すぎない？あら、でもあなた全く謝罪していないし、もともと被害者だなんて言っていなかった？謝れば満足するのね。申し訳なかったです。どう？これでいいかしら？あら、これで終わるだなんて思わないでよ。今後保健所から連絡が来て詳しいヒアリングが行われるそうよ。あと被害者は飼い主に対して損害賠償請求ができるらしいの。病院の治療費、薬代や交通費の他に慰謝料も請求できるらしいわよ。何よ、お金を請求するつもり？いいえ、しないわ。むしろお金払っただけで解決なんて思わないでちょうだいね。だからあなたからは1円たりともいらない。病院の治療費なども一切いりません。その代わりと言ってはなんだけど、自治会の会長さんと話したのよ。あなたまさか余計なこと言ったんじゃないでしょうね？余計なことじゃないわよ。この住宅地の危険箇所マップを作るっていう案があるらしくて、子供の飛び出し注意の場所とか見通しの悪いカーブとか印をつけるらしいんだけどね。人を噛んだことのある大型犬がいる家ってことで、一応あなたの家も要注意っていう印つけるって。うちの娘と同じような被害者が出たら困るものね。その夜、三田村さんご夫婦がお菓子を持って謝罪に来ましたが、インターホンに対応した主人は玄関のドアすらも開けませんでした。娘は一日しっかり休んだら元気になり、翌日学校に行きましたが、今度は三田村さんの娘が学校を休むようになってしまい、一日来てもまた何日か休むといった感じで、二
同行気味になってしまったようです。娘にはしっかり口止めをしていましたが、シュリちゃんがいろんなところで喋り、三田村さんが危険な犬を飼っているという話が広まってしまいました。2ヶ月ほどして三田村さんは家を売りに出し、引っ越していきました。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価、お待ちしています。